株式会社 FM 岐阜は岐阜県を放送対象地域として超短波放送を行う特定地上機関放送事業者である。愛称は FM 岐阜。本記事では2014年2月28日まで放送を行っていた実質的な前身会社である岐阜 FM 放送株式会社にも触れる。2014年12月31日までの愛称はラジオ80。 また、通称として、岐阜 FM も使用された。本社は、岐阜県大垣市に置いており、東海三県では、唯一県庁所在地以外の都市に本社を置く、放送局である。新聞のラジオ欄などには、FM 岐阜や、岐阜 FM と表記されるが、産経新聞の東海、三重版と福井版では、ラジオ80と表記されていた。 2015年1月から愛称を f m ギフに変更し、同時に新聞のラジオ欄でもこの名称に切り替えている。キャッチコピーはグローケルラジオ。JFN 系列で、同系列では最も新しい放送局である。また、ラジオ、テレビを通じて21世紀に入って最初に開局した民放であり、ラジオでも全99局中最も新しい放送局である。 2001年4月1日、民放 FM 局では全国53番目、民放ラジオ局では101番目に開局。岐阜県では1962年の岐阜放送以来39年ぶりの新局開局となった。JFN 系列の FMI 値とエリアが重なるが同局とエリアが重なる FM30 とは異なり開局当初から、 東京 FM 制作が主体で同系のフルネットが多い A ライン JFNC 制作会社としてのジャパン FM ネットワーク制作が主体で同系の地方局への裏送りが多い B ラインともネットしており平日の朝やかっての土曜日曜の午前から午後にかけての A ラインの番組がネットされていないということはない東海三県の民放 FM 局で唯一ラジコに参加していなかったが 2016年4月1日12時より、ラジオ放送のインターネット配信を開始した。岐阜県への FM 局の周波数割り当ては、構想としてはあったものの、県域 AM 局として、岐阜新聞系列の岐阜放送があり、1980年代後半まで、郵政省が、県域 AM 局経営安定の観点から、県域 FM 局の周波数割り当てを渋っていた点や、 県南部の美濃地方では、平野部を中心に、FM、愛知や z i p FM が容易に入り、割当て機運が低かった。また、1992年12月18日に、割当てが決まった後も、新幹線駅のある、橋間市と大垣市が、本社候補地となり、選定が難航しなかなか定まらなかった。それに加え、当初38件の申請があり、 それを2社に絞り込まれるまで8年かかったことや、中日新聞と岐阜新聞との仲が悪く、経営権などで両新聞社が争っていたことも、岐阜 FM 開局が遅れた要因となっている。なお、定時ニュースは、中日、岐阜の両新聞社から提供を行っており、2005年11月より、両社の CM が流れるようになった。過去には、中日新聞と岐阜新聞は、 テレビ愛知に揃って出資しているが、岐阜 FM 放送の時のような対立は見られなかった。同様の例として、FM 石川における北国新聞と北陸中日新聞との対立が挙げられる。2000年7月14日に予備免許交付、12月14日に会社が設立される。設立当初本社は、 やないず町にあった寄付流通センター会館2階にあったが、後に演奏所であった大垣市情報工房に移転している。2001年4月1日開局、2007年9月3日に上岡流用中継局を開局したものの、放送設備に多額の費用がかかったことから2003年以降、準欠損という債務超過の状態だったことから、通常は5年とされている放送局免許の、 有効期間が短くなっており、ほぼ毎年電波法の規定による、再免許の申請をしなければならなくなっている。例えば2011年については、4月28日付、官報本編にて、所管大臣、片山義弘名義で、手続き開始が公示された。関連して、同年下旬より、在名放送局と岐阜放送、同じ JFN 系列の県域局である、 ミエ FM 放送で試験放送を開始したラジコには不参加でもある。前述の事情もあり、スポット CM が放送されることが少ないため、CM 枠は番組宣伝やパワープレイしか放送されない場合も多い。ギフ FM 放送株式会社の経営面においては、2009年以降、黒字化を果たしており、軌道に乗り始めていたものの、戦術の債務超過が大引き、 2013年3月期においても3億円を超える債務が残っている状況だった。放送の継続には経営の立て直しが不可欠である。ため、ギフ FM 放送株式会社は解散することを決意。その受け皿として、2013年8月1日に、f m 愛知とその完全子会社、アセント、および FM 東京とその子会社、 ジャパン FM ネットワークの4社によって設立されたのが株式会社 FM ギフである。したがってギフ FM 放送は事実上 f m 愛知と JFN キー局の東京 FM の2社によって再建されたことになる。ギフ FM 放送株式会社は10月に行われた臨時株主総会で株式会社 FM ギフへの譲渡と会社解散と生産が特別決議され、 2014年2月19日にギフ FM 放送株式会社の解散、株式会社 FM ギフへ上渡されることが公になった。1月27日に新会社への放送免許の承継を総務省に申請し、2月24日に新旧分離が認可。2014年2月28日付でギフ FM 放送株式会社としての放送事業は終了し、 翌3月1日より株式会社 FM ギフによって承継された。その後ギフ FM 放送株式会社は3月末に生産され破産手続きで解散した。なお放送局の新旧分離をめぐっては、クロス FM、兵庫 FM 放送に次いで3例目になり、東海地方では初めてのケースになる。また4月から6月のいずれかの時期に第三者割当て増資を実施し、 岐阜県内企業の出資比率を50%以上に引き上げる予定でもある。なお、ニュース配信は2014年3月のみ、岐阜 FM 放送時代より引き続き、岐阜新聞と中日新聞が行っていたが、同年4月より中日新聞のみとなっている。2015年1月1日より、企業ロゴ、サイト URL の変更を行ったと,とともに、ラジオ80の愛称も廃止した。 2016年4月1日12時より、ラジコ .jp 及び、ラジコ .jp プレミアムにて、インターネットでのラジオ全国配信を開始した。当局の HPE には、クロス FM、兵庫 FM 放送と異なり、旧会社時代の遠隔を、記していない。当局の会社設立は2013年8月1日、開局は新会社に承継された2014年3月1日である。 企業、団体は、当時の名称。出展、法人名、FM ギフ2003年3月31日法人名、ギフ FM 放送2008年3月31日法人名、ギフ FM 放送2014年3月1日、法人名、FM ギフ2021年時点、2021年4月時点。現在の番組の詳細は、公式サイトの自社番組紹介。 またはタイムテーブルを参照。以下は2017年4月現在放送されていない、モノ全国の JFN 加盟局で、同時刻にネットされているものは省略する。特筆しない限り、JFNC 制作。星印は番組自体継続中。ABCDEFG 日本民間放送連盟、日本民間放送年間2019貢献出版。 2019年11月25日、373ページ。機関放送事業者の議決権保有状況等、地上系放送事業者、総務省電波利用ホームページ岐阜本局の周波数である 80.0MHz に由来。ちなみにこの周波数は加盟している JFN のキー局である東京 FM や青森県の FM 青森と同じ周波数である。 優先のラジオ再放送サービスにおいては、旧愛称のラジオ80が愛称変更後も使用されている。優先ラジオ放送一覧2014年4月に開局したインテル FM 名古屋、インテル FM 名古屋支社2015年10月、ラジオネオに分離独立が民放ラジオ局では最も新しく開局したが2020年6月に閉局した。 開局当時放送中の放送局のミハットラジコ .jp 配信開始 FM ギフ、FM ギフハット AB 電波管理審議会会長記者会見資料内のギフ地区における一般放送事業者の超短波放送局の予備免許についてより、ABKA 難のギフ FM3 月で解散新会社に事業譲渡へ朝日新聞2014年2月20日法改正で、 放送局免許も有効期限の1年前移行国が定めた期間に再免許を申請しなければならなくなった。同時に新たな免許交付の申請も可能になっている。ラジコ、東海でも配信開始2011年2月21日、中日新聞長官15名より、2014年4月1日にインターフム名古屋が開局するまでは、 唯一の不参加局でもあった株式会社 FM、岐阜の無線局免許証券を許可、総務省東海総合通信局、なお JFNC は東京 FM の持ち分法適用関連会社であるが残る株式及びチュニチウェブより、優先のラジオ再送信サービスでは、愛称を廃止した2015年以降もチャンネル名として使用している。 有前440チャンネルリスト優先ハと株式会社 FM 岐阜の無線局面許証計を許可2014年2月24日閲覧日本民間放送連盟日本民間放送年間2015貢献出版2015年11月20日357ページ日本民間放送連盟日本民間放送年間2016貢献出版 2016年11月25日364ページ。日本民間放送連盟。日本民間放送年間2003公兼出版。2003年11月355ページ。東中継局は岐阜県を放送対象地域とする民放ラジオ局において唯一の中継局である。山下達郎のサンデーソングブック。鈴木トゥデイズキーナンバー等。 東京 FM 制作でネットワークスポンサーがつき、全国38局ネットで放送される番組のことを指す。金曜の番組名は、ワンモーニングフライデー6時30分6時44分、6時55分7時30分、8時8時20分は A ラインプログラム。8時8時20分はモーニングスプラッシュに内包。2007年9月までは15時台のみ放送。 以後、15時15時30分は DNA ロックの電動を15時30分15時55分は自社制作のクリスタイルフライデーを放送開始することに伴い一度打ち切ったが2009年3月よりネット再開した。2005年10月、自社制作番組ミューズグック放送時間確保のためネット打ち切りになったが2007年2月にミューズグックが 放送時間を移動するためネットが復活した。2020年4月より20時代をアーティストゾーンとして利用するため放送時間が短縮となった。本来2時間番組であるが55部の短縮版となっている。本来であればジャニーズ事務所所属タレントが出演している番組はラジコプレミアムやリスモウェーブでは配信されないがこの番組に関してはリスモウェーブで ジャニーズ事務所所属タレント出演番組でありながら配信されている。2007年5月から9月は日曜21時30分21時55分に放送後日曜22時30分22時55分に放送2002年4月から2008年9月まで木曜20時20時55分で放送されていたが アダルトオリエンティットラジオの放送時間が19時20時55分に拡大にしたことに伴い一度打ち切られている。なお、現在の放送時間になったのは2015年4月から。ありがとうございます。